バランストレーニングをポイント3つ。お尻の横の筋肉を叩いて意識する。足の裏を叩いて意識する。お腹の奥。毎日アヘアホ体操。アヘアホ、ヘと骨、お腹をへこませて、アヘアホ。 OK です。アヘアホ体操の下野正弘です。今回はバランストレーニングをやっていきたいと思います。転倒予防にもつながります。まずはバランスチェックしていきますね。右足を持ち上げてバランスをとってみてください。目線をまっすぐにして、はい、 OK です。次、反対側です。左足を持ち上げてバランスをとって、目線をまっすぐですね。目線をまっすぐにして軸を感じて、はい、 OK です。難しいですね。右足持ち上げるときは左の中殿筋が軸足としてちゃんと働くんですね。なので骨盤を安定させるんですね。お尻の筋肉がちゃんと使われてなかったら、骨盤が傾いてしまうんですね。そうすると体は崩れてきてしまうので、実は片足立ちでバランスをとっているときはお尻の筋肉、中殿筋もちゃんと働くんですね。なので、バランストレーニング、片足立ちする前にこのお尻に少し刺激を送るんですね。刺激というのは叩くんですね。お尻のこの横ですね、お尻のエクボのちょっと上のあたりですね、少しへこんでいるところのちょっと上の方ですね。ここにお尻の横の筋肉がある。そこに、ドーンと刺激を20回送ります。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。今度は足の裏にも刺激を送ります。壁使ってもらってもいいです。椅子に座ってもらってもいいので、とにかく足の裏をですね、トン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 、どんな形でもいいので、足の裏に刺激を送っていきます。トントンを20回言います。せーの、座ってやっても構わないですよ。反対側も、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。足の裏とお尻と脳みそがつながったところで実践編に入ります。実践するときにですね、まあ、片足立ちながらやっていくんですけど、お腹の奥を感じる必要があるんですね。これはあーへーあーほー、片足立ちしながらあーへーあーほー、これが片足立ちをしやすくするバランス強化なんですね。はい、それでは右足を持ち上げて手を横に広げてバランスを保ちながらいきます。あーへーあーほー5回、せーの、あーへーあーほー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 。 OK です。次、反対側もいきますね。左足を持ち上げて手を横に広げてアヘアホ5回、目線をまっすぐ、せーの、アヘアホ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 。ポイント3つありました。まずはお尻の横の筋肉を叩いて意識する、そして足の裏を叩いて意識する、そしてお腹の奥、アヘアホ言いながらお腹の奥を感じながらバランスをとる、まあ、これをですねポイントとして、このバランストレーニングを実践してみてください。